庭師メイドカエデのバラ庭園へようこそ <laughs> 撮影用の衣装ですけれど気分は本格的ですよ。プロデューサーに見てもらうために美しく咲いたバラの姿を堪能してくださいね。私はいつもあなたのおそばに衣装でお出かけはできないかも。 緑の葉と青い花、お揃いね。乱暴に扱ったらバラもバラバラに。えこのネタはすでに他の人がご主人様、お申し付けください。メイドの土産。いまいち。元気がない花は、 愛が足りない取ってください。みずみずしさを残しておけるよう、今を切り取って。ご奉仕して、お花もプロデューサーも元気にします。庭を守るのもメイドの仕事。に、プロデューサーも庭師になってみます似合いますよ。プロデューサーも 庭師になってみます似合いますよ。草木の手入れが庭師の仕事です。よろしければ、楓えもどうぞ。私もプロデューサーに育てられて、鮮やかに花開いています。そして、枯れることなくずっと、おそばに置いてくださいね。 私のすべてを、あなた様に。和服メイドの方向だなんて、時代の情緒を感じますね。ロマンを感じる華やかさに、その裏にある儚さ、そして秘めた思い。盛り沢山のお芝居、お届けします。私はいつも、 あなたのおそばに、衣装でお出かけはできないかも。月夜には、月見酒。まだ我慢。方向の末に見つけた、方向の道。キャッチコピーにどうでしょうご主人様、お申し付けください。メイドの土産。 いまいち、夜にこそ映えるつやめき。いかが静かにしていた方が、色気があるそういうものかしら。私が使える相手は、やっぱり、プロデューサーですね。どんなご奉仕が、お望みプロデューサーに、 ご奉仕する日々、楽しそうですね。撮影も、主様のお望み通りの姿でどうぞ。なんて。ふふ。方向メイドを演じきれたのは、きっと、同じ思いだからです。私もこの人生、プロデューサーに捧げていますから。